道我才知道我里面拉的这么爱珍惜啊。みんな起立、请大家站起来。で、どうぞ。大家好。みんな、こんにちは。大家好，皆さんこんにちは。今天事先我要感谢大家来参加，我所要讲的啊题目啦是日本台湾的真相。本日は日本の皆様、わざわざ、こちらに来てもらって本当に心から感謝しております。今日の講演の、目的は、日台経営研究、日本と台湾の真相です。我请吴妻明宪啊来跟我们做啊具体的啊即时的翻译。今日の翻訳は、僕と思いますのでよろしくお願いします。我也请啊江文雄先生啊来做双向沟通，做问题的啊解答或发问。所以我们这个课程啊希望大家放轻松一点，不要我再讲，希望 即使你有问题就停下来啊，你就举手，那我们有一些问题来共同讨论，那么也使啊江文雄先生也多一点啊工作。今回はあまり緊張せず皆さんリラックスしていただいてゆっくり話を聞いて、もしわからないところがあればいつでも質問していいということですので、手を挙げていただいて質問してください。わからない言葉があったり、そこわからないという時はいつでも止めて、この会合の中で話し合いという形でやっていきたいと思います。一方的な会議という形ではなく、皆さんの意見もちょっと聞きながらそういう形でやっていきたいのでよろしくお願いいたします。我会列15个问题，希望每一个参与者都要拜托你表示意见，我们有奖品送给你。今日は15の質問があります。でそれをみんなでディスカッションしながらやっていきたいですので、ぜひぜひご意見を恥ずかしがらずに遠慮せずにおっしゃってください。で分からないことがあったらいつでも聞いてください。因为大家手上都有奖励，所以我们可以给你们参考给你们做思考。手元に資料がもう言ってると思いますので、それを見ながら理解しながら分からない時があったらその資料についても質問してください。那我们要告诉大家，大家参与有的活动或是社团的活动跟党的活动，有的参加社团或是党的活动，有没有那么开幕式有没有唱国歌的？
開幕式。開幕式の有没有唱国歌的国家的国旗歌？国歌ですね、お歌です、歌ですね。開幕式の時に国歌を歌うかどうか、台湾のですか？これからの大家去思考这个问题，有没有开幕式来了以后，跟你们在日本，当然你们会唱日本的国歌。那么来到台湾以后呢，你会不会发现我们唱的啊是临时的啊国歌？我们秘书长也讲过了，也有啊，那么。すみません、日本で開幕式とかそういう重要なセレモニーの時に日本は国歌を 歌いますね。でも台湾では国歌を歌ってるでしょうか？宕機、宕機、稍等一下。台湾では歌わないと歌うのか。あ、無論ず。あ、你有没有国歌？台湾有没有？就这个三民主义，没有啦，那个是流亡政府的国歌啦。我们唱的就是《出埃及记》啦，秘书长也有讲过嘛，对不对啊？那好了，电脑好像不听话了，因为看啊、第一面大家看就是有。台湾啊，临时的国歌《出埃及记》。那么现在来看第二面啊，是不是日本的啊国歌？啊，第三面，第三面是美国的国歌。那我要请问大家了，第一个问题了。来，一回目的一つ目の質問です。那么请啊江文雄啊来询问。いや、さっきちょっと国家の話が出ていますが、なぜ今台湾では臨時国歌を歌っていますか？有没有给他一本？ちょっと質問いたします。じゃあなぜ今、台湾で、今なぜ台湾でその臨時国歌を歌っていますか？それから日本の国歌を歌ってますか、アメリカの国歌を歌ってますか、皆様ちょっと考えてください。ちょっと、ちょっとバチの賞を与えますからね。バチ当たったらちょっと与えます、差し上げます。それでみんな考えてください。もし、分かったら手を挙げてちょっと答えてください。当たったらちょっと賞を与えます、差し上げます。いや、なぜ現在臨時ここで台湾の臨時国歌を歌っていますか？で、日本の国歌とアメリカ、この3つの国歌を歌っていますか？なぜですか？じゃあ答えてください。
说对了，因为他是说台湾现在还不是一个正式国家嘛，所以我们是唱那个临时国家、临时人的出外机器嘛。然后再来就是日本国，为什么唱日本国的国歌和美国？因为我们还是属于日本的臣民，还是日本的天皇的地。然后美国他有占领权，所以说我们才唱这三首的国歌。哦，他答对了，我要送他奖品，谢谢。那今天啊，我就准备了 PowerPoint 给大家来啊，切实的了解台湾的真相。今回台湾に来ていただいた皆さんに台湾の本当の真相を理解していただきたいと思います。因为我们也希望能够双向沟通，不要像一般的上课哈。今回はあのただの授業ではなくて、一緒に両方からの会あの話し合いで話を進めていきたいと思います。我们是从下关条约，就是马关条约的啊这个照片啊，给大家看清楚。当时候的台湾是殖啊，后殖地是殖民地，后殖地。新政府のあ、1895年の5月8日の日本は下関条約になるまでは、新政府の植民地でした。満州政府ですか？殖民地是。清ですよね。清の植民地でした。因为清朝跟日本打仗啊，就甲午战争啊，日本啊打胜了。新政府と日本が戦争をして日本が勝ちました。所以签订的啊两个皇帝啊，那么签约啊就是永久割让。大家看这个图啊。就很清楚，台湾像是一条虫一样的。はい、あの新の政府の皇帝と日本の天皇がサインをしてこのように決まりました。この地図を見ればはっきりとわかります。实质上，大半的啊东边的大半的土地啊是属于高沙啊部落。大部分台湾の大部分の東の部分は高砂族の部落の土地でありました。这个大家有没有疑问啊？皆さんここの部分について質問がありますか？じゃあこれにつきましてあのちょっと質問、まあ、ありましたらちょっと手を挙げてください。あの地図を見ますと西側はあの、まあ、いわゆる高砂族つまりあの原住民の方以外がいて、なぜ左半分が高砂の方々なんでしょうか。いやごめんなさい、東側如果大家没有问题的话，现在有问题。为什么高沙族的那个部落是只有东部？好了，啊，你先去回答。啊，那。因为。这个是台湾行啊，台湾府行政区的区域啊。因当时啊，清朝的时候，他所管辖的只是啊，因为这边是啊，我们再回来看，
因为当时啊，这边是啊，那么啊，中国的土地，他们当时候浙船过来只在西啊，我们只在台湾的西部。地図を見れば分かるんですけど、左が中国大陸ですので、西側のところに船で来て、そこに住み着いていましたけど、東のところまでは行ってなかったということですね。那因为这个地图啦是法国人当时候画的。これは昔フランス人の人が書いた地図です。啊，当时候的高沙族啦。他是那个高沙部落啦，他本身不是一个国家，他是啊部落的啊，这里面啊我们有十几个族啊。高砂族は国というふうに成立していなくて部落の一つで、その部落の中にも10個以上の違う族が。属していました。那么各族里面，他有啊那个酋长，每族都有他的酋长，他的分布在不同的地方。高砂族の中の十個以上のその族には必ずその州なんていうんですかね、州長がいて、で違う地域を管理していました。他们有管理他们的那一族的那个规律，由他们的生活的习惯。彼らはそれぞれの違う法律のようなもの決まりがあって、その法律に従って皆さん生活していました。那么因为谈到这边，当时日本取得由满清政府的皇帝割给日本天皇的时候，满州政府にこの土地を渡すときに，才发现这一大半的地方不是清朝的所管辖了。その時に初めて新政府が管理しているものではなく、高砂族がすでにその土地を管理していたということが分かったということです。日本为了要征服台湾的前这个高砂族的部落啦，就花十年的时间啦，一个一个把它征服。对啊，日本天皇的管辖，然后派兵一个一个的征服，差不多花十年的时间。日本が台湾に来てから10年間の間に、少しずつその部族の人たちと話し合いをして、少しずつ少しずつそれを日本の形に持っていくようにした。それは10年間かかりました。那 OK， 1983年にはその清朝政府の統治下にある先ほどの地図を見せていただきましたけれども、昨日のその1600年代のお話で、多分24年にオランダが初めてその台湾を統治した。その当時とかそれよりも前にはポルトガル、ポルトガル発見したのがポルトガル。あ、そうなんですね。発見したのが、その時のポルトガルはスペインの。そうですね。まあ要するに当時はポルトガル、スペインというのは地図で見ればわかりますが、イベリア半島のほんのちょっと先がポルトガルですよね。まあ人形スペインの中の一周みたいな感じだったでしょ。でポルトガルとスペインというのは、いわゆる大航海時代に同時に海に乗り出して領土をいち早く見つけて、まあ今植民地、着色地を作っていたと。で台湾はだから最初ポルトガル、その後オランダが本格に出てきて東インド会社を作ってポルトガルを追い出して、実質的にオランダがその
その台湾の、まあ、いろんなその近代的、当時の近代的な城や何かを建てている。質問は、なので、その、白人というか、そのヨーロッパの方々があの発見したりとか、植物にする前には、この原住民の各族部族と今まとめられている方たちがあの全土にいらっしゃったという。そういうこと。マレー系のね。マレー系。マレー系。マレー系も。だから大体日本の人種的には沖縄人、あるいはアイルの人たちと共通しているというか、DNA で。インディアンと、アメリカのインディアンと同じように。マレー系も。ごめん、一応なんか吠えた。那么从啊，这个是啊，那个马关下关条约的啊，这个是大家可以看到说永久啊，那么割让给啊日本。この資料に1895年4月17日の清朝帝が書いたここの文のところに永遠に日本に譲るという一行があります。日本じゃないよ、日本皇帝、日本皇帝、日本天皇に、皇帝から天皇に渡したことは、そうですね、これは日本の天皇と清朝の天皇の交わしたあの文書ですので、清朝の天皇から日本の天皇に永遠に譲る、譲渡するということです。割譲されたということは負けたから割譲しますということですね。那么我们第二条里面呢还可以看到说台湾全岛及所有附属的各岛，这个岛屿啊都是包括在啊，那么我们所说的就是钓鱼台啊，就是啊尖阁群岛都在里面的。台湾の全島および附属の各島々全部それが含まれるということです。第2番、3番目もポンポン府、宝庫と列島、英国閣林に。ここからここまでが、海域のこの範囲は全部日本の島 の, あの領域になりますということですね、はい、大丈夫でしょうか。那大家再看看这个字写的是什么，大清帝国跟大日本帝国，大清帝国、大日本帝国、その両国の交わされた書類でございます。でこれはちゃんとした印鑑も押されております。刻印が押されております。现在在看到啊，日本天皇啊建设台湾，那么是1937年依照万国公法来实施啊皇民化。1937年に万国公法の実施によって公民化されました。那么再来比较重要，就1945年4月1日，那么日本啊大皇帝了，那么在台湾实施大日本的啊帝国宪法。もっと重要なのは1945年の4月1日に台湾の台湾澎湖の地域全面的に大日本帝国憲法の実施していきました。那就是向世界了，就是啊颁布以后了，向世界公告了，
台湾就纳入它啊，就是啊不可分割的啊国土。それから世界にそれを発表していきました。台湾と澎湖は植民地を離脱して正式に日本大帝国の国土になるということを発表いたしました。返名されました。当時啊，日本台湾啊的人民啊，就是选出来了参加日本帝国的国会。日本の国会の参政権ももらうようになりました。付与されました。那么也参啊，这个是参政权，还有参战权。参政権および参戦権ですね。あ、这个就是符合了啊，万国啊，中华。那么我们再来看这一章。啊，第二次世界大战的时候了，是美军轰炸台湾的图面。これは第二次世界大戦の時にアメリカが台湾に落とした爆撃の写真です。これは新聞からですか？这是报纸的吗？报纸。啊，这个是我们从网站里面抓出来的。インターネットのサイトから見つけてきた一枚だそうです。那么八月六号，啊，就是美国啊，美国向日本在广岛啊，在那个投啊原子弹。1945年8月6日，皆さんご存知の通り、アメリカは日本に対して原子爆を落としました、広島に。所以天皇投了两个原子弹以后了，8月15日宣布。無条件的投降。ご存知のように日本は広島と長崎の原爆によって日本天皇は1945年に無条件降伏をいたしました。広島に原爆が落とされたっていうのは、まあ、長崎にも落とされたんですけど、まあ、その落とされた時に例えば台湾ではどのような報道というか市民にどういう情報が伝わってそれを聞いた方はどんなふうに思われたのかということをご存知でしたら教えてください。あ、なんかガンガンなんかちょっと前面いいかなんか1945年8月18日的时候无条件投降的时候，台湾本地的人有什么反应？有感想？那个日本打仗打败的时候，台湾本地的人有什么看法？有什么感想？啊，当时啊，以我为例啦，我的母亲，我都叫她讲，我的父亲。私は家でお父さんのことをお父ちゃん、お母さんのことをお母ちゃんと呼んでいました。啊，你看看那个时候，我当然是啊日本台湾人。私はもちろん自分は日本の台湾人です。就是啊日本台湾人。日本の台湾人。我的啊。当时啊，那个时候啦，为什么你们有会这个感觉？因为我们啊，所当时候在所受的教育里面啊，刚啊，在昨天也有一位啊，我们的学员，日本所管理的台湾根本都没有铁窗。晚上都不要锁门啦。日本時代は本当に安全だったので、鍵を閉めなくても安全でした。
日本の統治時代には私たち台湾人は家のその戸を閉めなくても安全でした。だから今さっきおっしゃったのは日本を自分のお母さんと思ってますので原爆を落とされた時は非常に悲しみましたということを話したいんです。あ、还有一个密件啊，因为啊，有问到这个，当时候，那么蒋介石要求美军要将台湾的啊日台湾啊日本的台湾人啊差不多啊6100万人要用船送到送回啊日本，610万人要送到。当時蒋介石軍隊が入った時に私たち台湾人を日本人とみなしてね、そしてこの610万人の台湾人をアメリカ政府にその日本本土に送ってくれって要求しました。当時は这个就形成了什么跟北方四岛苏联占领了以后他就把16000名的日本人送到九州一样。これは北方領土4島と同じようにロシア政府がその北方領土4島を占領した時にそこに住んでいた日本人を全部船に乗せてその日本の北海道に送ったことと同じです。無人島にさせるためなんです。全回答过了有没有问题？対して質問ありますか？アメリカが主導。ちょっと質問をします。通訳お願いします。蒋介石が台湾占領したときに。もちろん台湾の人たちを日本人とみなしたわけで、その人たちをなぜ台湾から追放して日本の本土にですね、やろうとしたんでしょうか。台湾人を日本人とみなしたから敵でしょう。いや、まあ、単に敵だからっていう、そういうじゃなくて、追い出した後には台湾は無人島になります、うん、だからその無人島では万国公報によれば無人島は占領するあれがあるんですよ。その実はね、私が今質問したのは、その質問の後にその日本の若い人たちに知ってほしいことがあったんでわざとしたんですがね、領土というの、領土というかね、主権が及ぶ範囲というのはね、3つあるんです。まず国民、人民が行くこと、領土が行くこと、主権行為がなされること、つまり蒋介石はそこに日本人がいなくなってしまうと、その地域は、その国の主権が及ばないという国際法の解釈が成り立つんです。これを国際法では無主の土地、持ち主がいない土地ということになりますから、そこを発見して実効支配をした国のものになるという国際法の条項がある。それを狙って台湾人を全部いなくならしてしまえば、無主の土地だから、うちが実効支配したら中華民国の問題をと堂々と言うと。こういうことで、670万の台湾人を日本に送って無人にしようと、こういうことです。ということも書いてあったわけ。我不可能。それは不可能。あなたは不可能。因为1945年4月1日，就是日本的永久不可分割的领土。なぜかというと、もう1945年4月1日に日本天皇の詔書で、その台湾に明治憲法を実施しましたので、そして
この台湾住民は全部参政権もあるし、そして徴兵制度も敷かれたので、もうすでに台湾帝国、日本帝国 の、 あの新政府下分の領土と なりました。新政府下分の領土となった場合は活用できない、絶対活用できません。好了，我们再来看，就是这种状况的情形下，在1946年啊1月12号宣布了本土的台湾人，就是日本的台湾人，集体归化为中华民国的国籍。で、蒋介石はもう勝手にもう台湾は日本から回路宣言を捏造して、もう台湾はすでに日本からもう中華民国に返還されたというふうに解釈して、そしてその10月1945年10月25日、これは占領日なのが確かなんであって、台湾降伏説がないんです。彼の国じゃないんですから、これ間違ってます。そして1946年の1月12日に、その集団的に台湾人を全部中華民国にの国籍に帰化しました。これも国際法違反です。勝手にそれ、そしてアメリカと英国は 3回にわたって抗議しました。これを承認しないというふうに抗議しました。大家可以看出来、这个是啊，因为啊，那个啊，蒋介石啊。他应当是跑到四川啊，跟啊大日本打战的时候啊，他一直撤退到四川啊。那因为两个原子弹以后啦，他打败仗的战胜国啦，接受那个麦克阿塞的一般的第号命令啊来接收。那么他为了好控制啊。告骗了本土的台湾人，就是日本的台湾人，说啊，你们啊是我们的同胞啦，所以说你们是欢呼了啦，在啊10月25日啊，在啊说欢呼节啦。この蒋介石軍隊が本当は当時戦争中にもう日本軍に追われて重刑まで追い込まれました。だから蒋介石軍隊というのは小戦国じゃないんですよ、ね、ただアメリカと一緒になって同盟国になったので、その終戦した後にもうアメリカが勝ったそのおかげで戦勝国になったわけ、ね、それをマッカサーが一般命令の第一号でもって蒋介石を派遣して、台湾に派遣して、そこでその日本軍のその投降式に参加せよって言うたんです。その時には同盟軍の旗がたくさんありました、ね、4種類、アメリカ、イギリス、ロシアとね、それ中華民国、それをその蒋介石はもう回路宣言を捏造して、もう自分に返したと思って騙したんで、台湾人を全部騙して、その日を台湾降伏説って読みました、はい、だから当時啊，美国跟英国啦，啊，有啊连续三次的抗议啊，不承认这种违法的行动。那么所以说啦，那么现在美国啊指导说，大家本土台湾人啊，就是啊日本的台湾人的以后出生的都可以来申请。台湾政府身份证，这个是在美国告诉我们，也来指导由美国核发的身份证。で、アメリカはそれに反対しました。なんで集団的に中華民国の国籍に変えるということは国際法違反なので、アメリカもイギリスもその賛同持って承認しませんでした。それがゆえに 今私たちの台湾民政府に対して、じゃあ民政府の身分証を発行せよと向こうから要求された。要拜托大家回到日本去以后
你们就问你是不是台湾人，如果从台湾去的，你问他你是不是台湾人，如果说你有台湾政府身份证吗，如果不是，他不是台湾人。もしも皆さんが台湾に、いや日本にお戻りになった際に、日本の方々にちょっと聞いてください。日本にいる台湾の人にちょっと質問してください。あんたは台湾人ですかって聞いて、もしもはい、台湾人ですって言った場合には、じゃあその証拠を出せと。ね、出したその今持ってる中華民国の身分証でしょ、それは中国人です。だから、その場合は早く台湾に戻って、台湾人の台湾人政府が発行した身分証を早く申請しなさいと、そういうふうに宣伝してください、お願いします。我们看看这一那么就是蒋介石接受麦克阿瑟的第一号命令代表盟军来接受日本的投降。那么可以看出来，挂出苏联的国旗、美国的国旗，还有车轮牌的流亡政府的国旗，那么还有英国的国旗。他是代表盟军，但为什么挂中华民国的国旗？代表盟军嘛，代表盟军啊，四个盟军嘛，所以他根本他是国民党而已啊。这个也是真相，这个就是真相。那么请大家看一下，他就是要来那么秘书长也有告诉大家这张照片再看一遍，他这个写的是中国战区台湾省受降典礼。そこに書いてるの見えますか？中国戦区って書いてますよね。台湾は中国戦区に入ってるんじゃないですよ。太平洋戦区に入ってるんですよ。それを勝手に捏造して中国戦区で書いて、本当はね、それで上にアメリカの旗が3つありましたよね。本当はアメリカが日本を征服したのであって、だから主権占領小国であるべきなのに、その蒋介石が勝手に捏造して太平洋戦区であったのをわざと中国戦区に変えて、そして台湾はもうすでに中華民国に返還したふうに台湾人を全部騙したんです。这边写的台湾光复啦，这个就是在骗日本的台湾人，你们也是战胜的人民啊。事实上日本台湾人是战败。実際に言えば私たちは幸福説で言うんじゃないよ。私で台湾人は負けた国、日本国民であるんだから、こんな勝手なこと書いてるんです。騙されたんです、その時に台湾人は。只要他好管理嘛。その方が管理しやすいから。台湾人を管轄。好了，现在请问啦。今から質問します。
那个江先生麻烦你。我们请问1945年10月25号中华民国为何用台湾光复的名称，为何要挂啊美国的国旗，请大家思考这个问题。いや今問題としてね、これからちょっと質問いたします。1945年10月25日に、中華民国は台湾光復施設という儀仗ですね、儀仗しています。じゃあなぜアメリカと、他の国の、ソ連とイギリス3国の、国歌を掲げてましたか。それ問題としてちょっと、分かります、分かる方が手を挙げてください。アメリカ国旗なぜ掲げてますか。じゃあなぜアメリカの国旗をあそこに、上げてますか。请他们思考这个问题啊，回答。なぜ、答えできる人は手を挙げてください。あ、どうぞ。アメリカの占領下によるですよね。で中華民国とアメリカの占領下にあって、アメリカと中華民国が同盟でっていうことですよね。私も、先ほどお話ししていただいた通りに戦勝国だということを言いたくてアメリカの国旗を取って。なんでアメリカの国旗だけ上なの。どうして他のイギリスとか、はい、ね、ロシアの国旗がなぜ上に行ってないんですか。それを聞いてます。動物だ。日本がアメリカに占領されたから聞いたじゃないさっき。日本の本島の当時の占領統治をアメリカに取ってたからじゃないですか。なぜイギリスの国旗を上に上げないの。上だけでしょ、3つ。なぜアメリカだけの国旗を上にする。それも同盟国にはソ連もあるでしょ、中華民国もあるでしょ、イギリスも入ってるでしょ、さっき の統合式の時に。で、なんでアメリカだけを3つ上に掲げてるんですかって、その理由を聞きたい。这个问题啦，现在有的本土台湾人也都搞不清楚啦，都被骗啦。实质上是美军攻下台湾，那当然他是只要占领全国，他有这个权力来处分台湾的，所以他只是来接收，要依照国际法跟战争法，他接收以后6个月一定要成立民政府。他都不他因为不能回去中国了。いや、ね、アメリカは主要占領国家。アメリカが日本を占領したのはアメリカ一国です。皆さんご存知でしょう。誰も入ってません。誰も爆撃してません。中国もイギリスも、ね、ソ連も。ですからアメリカとしてはサンフランシスコ条約の中において主なる主たるその戦勝国権、いや占領国のそのあれがある、権利がある、そのアメリカのみ、ね、
だから本当アメリカが日本を占領し、4つの島を占領しているように台湾も一緒に占領するのが当たり前、ね、それをそのやっぱり何かは分からないけど、その理由は分からないけども、小渓谷を読んできて、ね、いや小介石を読んできて占領させたわけ。それもいろいろ裏話があるんですけども、私たちね、で占領させて、その後に中共に、国民党が中共に負けたので、その難民まで全部読んできて、そのまま台湾に住み着いたのが事実。好了，那我们时间上的因素了，我们就快一点来看看历史上的记载了。蒋经国他的传里面啊，他有记载说，蒋经国的日记里面啊所写的啦，就是。蒋介石啊，对他讲，啊，英美啊，恐怕我不能固守台湾，使啊太平洋的岛屿的防线啊切口，那么所以啊，美国自己要来管。当时候，麦克阿瑟就召见了孙立人的事件。孙立人的事件就是，これは1949年6月18日に小渓谷が書いた日記です。その中にその蒋介石が彼に話した言葉で、その アメリカとイギリスはおそらくもう台湾を守ることはできないとね。だからその太平洋海戦の防戦ではそのなんか危なくなってきたと。で私たちは何もうそうだ、あの時はもう戦後だね、うん、だから私たちもその中華民国はもうアメリカに返して管理してもらう、そういう日記が書いてあります。孫立人事件可能日本可能比较不清楚了，如果本土台湾人都很清楚孙立人事件，孙立人事件是到美国军校毕业以后，在中国打仗都打胜的一个将军，